ブリーダーズゴールドカップ。ブリーダーズゴールドカップは、北海道競馬で施行される、地方競馬の重賞競争、ダートグレード競争、じゃないである。正式名称は、JBC 協会賞農林水産大臣賞典、スポーツ日本杯ブリーダーズゴールドカップであり、これら各団体より、賞の寄贈を受けている。副賞は、一般社団法人、JBC 協会会長賞。 農林水産大臣賞、株式会社スポーツ日本新聞社賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会長賞霊賞、一社、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、2019年。1989年に、サラブレッド系4歳。 現3歳以上の馬による中央競馬と地方競馬の全国交流競争として創設。1994年までは札幌競馬場のダート2400メートルで周期に施行されていたが、1995年より旭川競馬場のダート2300メートルに変更。施行時期も夏季となり、旭川開催における最大のレースとして定着していた。2008年で、 北海道競馬の旭川開催が終了したため、2009年より門別競馬場のダート2000メートルに変更された。創設時より内国三馬限定で施行されてきたが、2006年から外国三馬も出走可能になった。第1回の一着賞金は3000万円で、最も高かった第8回、1998年から第13回、2001年までは5000万円が、 設定されるなど、北海道競馬における最高賞金レースとしての地位を保ち続けている。1997年により、ダート競争格付け委員会によって、ダートグレード競争に指定、北海道競馬の競争では最高の GII に格付けされた、その後格付け表記は j p ニーに変更。創設当時、地方競馬で施行される中央と地方のダート交流重所は、 本競争と、帝王賞、翻競馬場しかなく、中央、地方交流重賞としては、長い歴史を持つが、GI、J プニーに格上げされることはなかった。2014年より3歳以上の品馬限定戦に変更され、合わせて、格付けもじゃないに、格下げとなった。また、グランダムジャパンコバシーズンの対象競争にも、指定された。前述の通り2014年から、 品馬限定競争となったことから、競争の位置づけが大きく変わり、JBC レディスクラシックを見据えたレースとなることも、見込まれている。品馬限定競争への変更に合わせ、新たな施策も導入された。2014年は新設された2歳品馬の重賞競争を、フルールカップが同日に施行されたほか、2013年まで行われていた夏の競馬祭り代わり、 シュエットジュマンフェスティバル、素敵な品馬の祭りと銘打ち、女性にスポットを当てたイベントも実施する。また同年より、本競争のシンボルフラワーとして、ダリアが制定された。北海道競馬は和種に生産者が多く、在籍馬の4割、2歳馬に限れば6割が品馬で、あるなど、在籍等数に占める品馬の割合が高い。競争馬市場では、 ボバが優先して売れていく傾向があり、牝馬が生産地に残りやすいという事情もあるという実情を踏まえ、またファンの裾野拡大と北海道競馬の特色づくりを意図し、牝馬レースの充実を図るとしている。以下の内容は2019年のもの。過去にはスタリオンシリーズ競争として施行されたことがあり、副賞として以下の種ボバの種付権が送られていた。 出展で確認できるもののみ記載。ある日、日高の生産者、ブリーダーの集まりの中で、競馬の発展があっての我々である。アメリカのブリーダーズカップのようなレースを作れば、競馬に貢献できるのではないかという話がち上がった。その後1987年、昭和62年頃、実現の可能性について、地方競馬全国協会へ内々に打診し、法人、構成員、 ある程度の永続性などの条件が満たされれば可能と回答された。最初は内輪話程度の小さな火種だったが徐々に具体性を増し現実味を帯びた話となってくる。構成員所有主婦場の産区に限って出走権や副賞金を与えようといった意見も上がった。また内部調整などに尽力した関係者の努力なども勘案し、 全国から優秀を集めるのが良い、として関係者の同意を得るまでにこぎつけた。こうして1989年、平成元年にジャパンブリーダーズカップ協会の講演による第1回ブリーダーズゴールドカップが札幌競馬場で創設された。このように、当初はアメリカのブリーダーズカップに範を取って生産者主導で計画され、賞金も生産者が拠出するなど、 主催者の北海道競馬事務所、当時よりも、ジャパンブリーダーズカップ協の方が、意欲的であった。第1回の優勝馬フェイトノーザン、笠松に帰場した、安藤勝美は当時笠松競馬場所属で、まだ開催の正式決定もされていなかった時期から、札幌競馬場へ入級していたフェイトノーザンの、調教をつけために、笠松競馬場での帰場をすべてキャンセルし、 開催日まで札幌に滞在するなど、開催に向けての協力は大きかった。安藤は、その後第16回では JRA 所属騎手として、自身二度目の優勝。また、フェイトノーザンも、各地の地方競馬を股にかけて活躍するなど、人馬とも、中央、地方の垣根を越えて活躍した。第1回こそ、フェイトノーザンが制したが、その後は、日本中央競馬会。 JRA 所属場の出走が見送られた第19回2007年を除き JRA 所属場が勝利している2014年現在第19回に JRA 所属場の出走が見送られたのは JRA 施設内で所属場の一部にウマインフルエンザの感染が確認され JRA に所属する全場の移動が制限されたためであった後日ベース当日は タネボバの展示が行われ、第1回は、三保新山桜井ユタ大オバーメリーナイスが、来場している。優勝馬のバレーは2000年まで、旧表記。2001年以降は、現表記。すべてダートコースで試行。条件は、第1回から第12回まで、4歳以上。第13回から第25回まで、3歳以上。第26回は、3歳以上牝馬。 コースレコードを示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。